エリザベス女王杯は、日本中央競馬会が、京都競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争である。聖賞は、エリザベス女王杯、京都府知事賞、日本バッシュ協会連合会会長賞。第33回優勝馬リトルアマポーラ第36回、優勝馬、スノーフェアリー第38回優勝馬名称マンボ。 第39回優勝バラキシス第40回優勝馬マリアライト第41回優勝バクインズリーグ1970年から1975年まで京都競馬場の芝2400メートルで行われていた4歳牝馬限定の重賞ビクトリアカップが本競争の前身で中央競馬における4歳牝馬三冠競争の最終戦に位置づけられていた 1975年にエリザベス2世が来日したことを記念し、1976年にエリザベス女王杯が創設。距離や競争条件はビクトリアカップを踏襲したが、開示は新たに第1回とされた。以来1995年まで京都競馬場の芝2400メートルで4歳品馬限定競争として施行していた。 1996年に、品馬競争体系が見直され、本競争の競争条件が、4歳品馬から4歳以上品馬に変更、合わせて、思考距離も芝2200メートルに短縮され、さらに同年からは、本競争に代わる4歳、品馬三冠の最終戦として、集華賞が新設された。これにより、本競争は、 品馬三冠路線を歩んできた四歳品馬と小馬品馬の実績馬が集い女王を争うレースへと位置づけが大きく変わった。1995年から指定交流競争として行われ所定の成績を上げた地方競馬所属馬も出走が認められるようになった。1999年からは外国馬も出走可能な国際競争に指定2008年からは ジャパン・オータム・インターナショナルの一つとして行われるようになった。2012年には英国王室と縁の深い関係を持つレースであることから一般的にイギリス連邦以外では許可されないエリザベス女王即位60年記念ダイヤモンド・ジュビリーを日本で実施することについて特別に許可が下りエリザベス女王即位60年記念の副題が付けられた。さらに従来は クイーンエリザベス2コメモレーティブカップとしていたオーブン表記もバッキンガム宮殿から特別の許可が降りたため2013年の第38回からクイーンをエリザベス2カップに改められた以下の内容は2021年現在のもの出走資格サラ系3歳以上貧馬負担重量 定量出馬投票を行った馬の、内優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は、通算収得賞金、過去1年間の収得賞金、過去2年間の GI 競争の収得賞金の、総計が多い順に出走できる。優先出走権外国馬、及び、レーティング順位の上位ごとは優先出走が、認められる。JRA 所属馬は、 同年に行われた過表の競争で一着となった馬に優先出走権が与えられる。地方競馬所属馬の出走権地方競馬所属馬は同年に行われた過表の競争のいずれかで2着以内に入着すると優先出走権が与えられる。上記のほか以下の条件のいずれかに該当する馬にも出走資格が与えられる。 2021年の一着賞金は1億500万円で、以下2着4200万円、3着2600万円、4着1600万円、5着1050万円。報奨金制度ジャパンオータムインターナショナルに含まれるようになった2008年より、指定された外国の競争に優勝した馬が、同年の本競争で優勝した場合は、優勝賞金に加え報奨金を交付している。 2021年現在の指定競争と金額は以下の通り、コース種別の記載がない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争条件は第20回まで4歳牝馬、第21回から第25回は4歳以上牝馬、第26回以降は3歳以上牝馬。中央所属馬の表記は JRA としている。外国馬の所属表記は上京国の出典が明記されているもののみ表記し、検証できないものは空欄とした。各界競争結果の出典ありがとうございます。